このロシアチームなんですが、ドルゴポロワが段違い平行棒から落下しまして 9.212 という得点を最初に出してしまっています。その後は、まあ、高得点が続いていますが、サホルキナです。さあここからです。シュタルダーの1回半ひねりから飛び越しですね。これはホルキナ飛び越しという技なんです、ね、1回半から伸身の宙返り、さらにシュタルダー、シュタルダーから飛んで素晴らしい上バーに飛び越す。これは素晴らしい組み合わせですね。そしてフィニッシュです。ムーンサルト、余裕のあるムーンサルト。さすがホルキナ、ピッチッと決めました。この段違い平行棒ではまずこの1年負けを知りません。常に優勝を手にしているベルコーチです。さてこちらホルキナですが、先ほどのホルキナの段違い平行棒は 9.850 です。9.8